こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では本日ですね、9月18日に発売になりました新作のユニクロ U のですね、秋冬コレクション早速買ってきたのでですね、皆さんにレビュー動画をお届けしたいなと思っています。僕もですね、朝一にユニクロの店舗に行ってさまざまなものを試着をしてきたんですね。まあ、実際のところお店混んでるのかな、それともいつもよりも全然少ないのかなといろいろ考えていたんですが、蓋を開けてみればですね、お店の中大混雑でしたね。結構たくさんの方がいらっしゃっていて、僕はですねそれがすごく嬉しかったんですね。まあ、昨今のウイルスの問題で最近はですね、どのお店に行っても結構お客さんの数が少ないんですよね。そんな中ユニクロの店内はね、ファッション好きであふれ返っていましたね。これが僕にとってはすごく嬉しかったんですが、その中でいろいろと試着をしまして、今回ですね、まあ、こちらに並んでいるアイテムを買ってきました。全部で今回買ったのは6点ですね。で、金額なんですけども、今レシートがこちらにあるんですけども、合計で38,335円ということで、結構買ったなと思っています。僕もですね、このようにユニクロ U の商品を買ってレビューをするというのはですね、もう 3,4 回ぐらいやってるのかなと思うんですけども、その中で今期はですね一番買ったかなと思っています。まあ、それぐらいですね、僕の中では豊作だったかなと思うんですが、まあ、かといって全部を買うわけにはなかなかいかないので、このユニクロ U の商品の中で僕自身が実際に着たいなと思うもの、そしてこれだったら僕たち大人の世代でも着れそうだなと思うものですね、実際に買ってきましたので、これから実際僕が着たりしながらレビューをしてみたいなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本を分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ということでまず1点目からご紹介したいなと思うんですが、今僕が着ているこちらのプルオーバータイプのパーカーですね。こちらがですね、非常にいい雰囲気で思わず買ってしまったんですね。まあ、事前にユニクロ U 今回はこれを狙ってるよというような動画を上げていたかなと思うんですが、その動画の中でもこのプルオーバータイプのパーカーというのはおすすめをしていたかなと思っています。まあ、結構迷いどこだったのは色なんですよね。このピンクとブラウン系2つあってですね、これは最後まで迷いましたね。まあ、最初着た時にはこのピンクがいいなと思ったんですが、ブラウンを着てみたらこれまた良かったんですよね。ただ、まあ、実際に僕の体は一つなので何色も買っても活かしきれないなと思ったので、まずはこちらのピンクから購入をしました。こちらのピンクというのはちょっと見ていただくと分かると思うんですけども、なんかあんまりピンクっていう感じがしないですよね。まあ、大体ピンクというと僕ら男性にとってはですね、女性っぽいイメージを持つ方が多いのかなと思います。ただこちらのピンクというのはホワイトに対して少しだけ一時的だけピンクを垂らしたようなすごく柔らかい感じの大人っぽい雰囲気に仕上がってるかなと思います。まあ、ピンクといえばピンクなんだけど、少し紫っぽい感じもするし、ベージュっぽい感じもするし、とてもですね曖昧なカラーなんですね。この雰囲気がめちゃくちゃ気に入っていて、僕は個人的にこのパーカーはこの秋冬めちゃくちゃ着るだろうなというふうに思っています。で、サイズに関してはですね、結構これ迷ったんですね。まあ、最近はですねビッグシルエットの傾向があるので、あえてですねワンサイズ上げて M から試着をしたんですが、結構たっぷりめだったんですね。で、僕はこのパーカーを1枚で着ることももちろん多いんですけども、それだけではなくて重ね着でも使いたいと思うんですね。まあ、重ね着というところを考慮すると、そこまでサイズ感がたっぷりすぎない方がいいかなと思って、僕は今回 S を購入しました。 S でも身幅は結構ゆとりがありますし、これでもたっぷりめの雰囲気かなと思っています。着丈もですね、割とビッグシルエットなんですけども短めにできているので、そんなにたっぷりしすぎないのがとてもいいバランスかなと思っています。僕はですね、実は先シーズンブラックのパーカーを購入していたんですね。で、今回はですねちょっと明るさの出るものが欲しいなと思っていたんですが、こちらのピンクはですねすごく雰囲気がいいので気に入っています。単体で着てもいいなと思いますし、まあ、この後ご紹介するあるアイテムとの相性がめちゃくちゃいいので、ぜひ皆さんにもお勧めしたいなと思っています。まあ、色に関しては皆さん実際に試着をしていただきたいんですが、これは今期のユニクロ U の中でも一押しのアイテムなので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、ということで2点目ですね、ご紹介したいのが僕が今着ているダブルフェイスオーバーコートというアイテムですね。これもですね事前の段階からかなり注目していた一着なんですけども、色はダークグレーの方を選んだんですね。すごくこれも気に入っています。サイズ感は見ていただいての通り、
かなりゆったりめの仕上がりになっていますね。丈もですねちょっと足元が映らないので長さが分かりづらいかなと思うんですが、膝よりも長いのでかなりたっぷりめになっています。まあ、正直着た瞬間はこれはさすがにオーバーサイズすぎるかなと思って見送ろうかなと思ったんですが、こういうのもですね見慣れるかどうかなんですね。今回結構いろんなものを試着をしてさまざまなアイテムと合わせたりしている中でこのコートもですね何度か着てみたんですね。そうすると最初は大きいなと思ってたものがだんだん目が慣れてきて、これはこれで今っぽくていいなというふうに感じるようになりました。ただですねこれぐらいのサイズ感って一般的にはだいぶ大きめかなと思います。ですのでトレンドを重視したい人だとかファッションが好きな人であればこれぐらいビッグシルエットでも全く問題ないかなと思うんですが、まあ、本音を言えば僕は今回 S サイズを選んだんですが XS の方が適正サイズなのかなと思っています。ただ XS というのは通販でしか売ってないので今回はちょっと見送ってこの S サイズを買うことにしました。まあ、デザインとしてはチェスターコートのような雰囲気になっているんですけども、たっぷりめで今っぽい雰囲気がすごく出てるかなと思います。まあ、このようなチェスターコートというのはユニクロの通常ラインでも取り扱いがあって今も店頭に並んでいるんですね。そちらはオーソドックスなサイズ感で非常にまた良い作りになっているんですね。まあ、去年僕は購入したんですがそちらと比べるとやはりサイズ感が大きくなっている点と、あとは色ですね、色がかなり気に入ってるんですね。まあ、最近ですねこのようなちょっと都会的な雰囲気のするダークグレーというのが結構増えてきてるかなと思います。今期のユニクロ U の中でも意外とこのダークグレーが多かったんですね。このオーバーコートはブラックもあったんですが、やはりちょっと旬な雰囲気というのを味わいたかったら断然ダークグレーの方がおすすめかなと思います。まあ、本来グレーってちょっとおじさんっぽく見えがちなんですが、シャープでシュッとした雰囲気が伝わりやすいかなと思っています。そして先ほど僕がご紹介したこのプルオーバータイプのパーカー、この上にですねチェスターコートを羽織るという着こなし、これがですね個人的にめちゃくちゃ気に入ったんですね。まあ、パーカーというのはすごくカジュアルなアイテムかなと思います。一方でチェスターコートというのは少しビジネスライクなコートの印象があるんですね。まあ、カジュアルと綺麗めというところで、まあ、結構相反するアイテムなんですが、これをミックスすることですごくですねバランスのいい着こなしが実現できるのかなと思っています。僕はこの秋冬この着こなしをですねめちゃくちゃしそうな予感がしていますね。で先ほどお伝えしたようにパーカーなんですけども、ブラウン系と合わせるよりはちょっと明るさのあるこのピンクを合わせた方がこのオーバーコートには相性が良かったので、僕は今回このパーカーの色を選びました。いやこのコートはめちゃくちゃ気に入っていますね。まあ、通常のチェスターコートって結構重さがあって着づらかったりすることも多いんですが、かなりこれは軽量なのでサクッと羽織れる点もいいかなと思っています。パーカーと合わせたり、あとはニットですね、丸首のニットなんかと合わせながらこの秋冬めちゃくちゃ使いたいなと思っています。はい、着替えてみました。続いて3つ目にご紹介するのがこちら、今着ているニットなんですけども、商品名はライトウェイトローゲージクルーネックセーターですね。まあ、色はナチュラルということでホワイトに少しアイボリーを加えたような柔らかい色合いがすごく気に入っています。これもですね事前の動画で多分上げていたかなと思うんですが、僕はですねこのような丸首のニットが大好きなんですね。まあ、この時期だと結構ロンTだとかスウェットだとか同じような立ち位置のアイテムが多いんですけども、その中では着るだけで大人っぽく見えるし綺麗めに見えるニットというものが大好きなんですが、まあ、今回のこの白の丸首のニットもですね非常に作りが良くてですね大満足しています。まあ、気に入っている点なんですが、このざっくりと編み込んである点ですね。もうちょっと近くでお見せしたいんですがどうでしょうか。ローゲージといって折りはざっくりとしているんですけども、このリラックス感みたいのがですねすごく個人的には気に入ってるかなと思っています。まあ、この上にジャケットのようなアウターを着るのはなかなか難しいかなと思うんですが、例えば先ほどご紹介したようなこういったオーバーコートなんかを羽織った時にこのようなニット相性がめちゃくちゃいいので1枚あると重宝するかなと思っています。で、僕は丸首のニットで重視しているのが結構首周りのラインなんですね。ここが詰まりすぎても苦しいし、かといって空きすぎるとこれまたですねバランスが良くないんですね。このニットに関してはすごく首元のバランスがいいのでその点も気に入っています。で、サイズなんですけども、今回はですね結構ユニクロ U のニットが割とコンパクトだなというふうに感じたんですね。ですので僕はいつも S サイズを選ぶんですが、あえてワンサイズ上げて M を選んでいます。それでもですねそんなに大きすぎる感じはしないのかなと思います。身幅も少しゆとりがあるくらいで、まあ、場合によってはですね L を選んでも良かったかなと思うぐらい結構タイトな作りだったのかなと思っています。正直ですね僕は似たようなニットを持っていまして、
昨年バトナーというですね、日本国内のニット専業ブランドがあるんですが、それがこれとすごくよく似ているんですね。バトナーのニットは2万円近くするので、それに比べるとこのユニクロ U のニットというのは、作りもよくできてますし、価格も4000円ということでだいぶコストダウンができるので、このようなローゲージのニットを選ぶのであれば、今季ユニクロ U すごくおすすめかなというふうに思っています。このニットはおしゃれ上級者だけではなくて、かなり幅広い方に似合うようなニットかなと思いますので、ぜひなくなる前にチェックしていただきたいなと思っています。はい、着替えてみました。続いて4点目ご紹介したいのは、今僕が着ているフリースシャツジャケットというアイテムです。これはめちゃくちゃおすすめです。おそらくですね、早めになくなってしまうんじゃないのかなと思うぐらい着た瞬間にバチッとはまったので、これはですね、僕自身もめちゃくちゃ気に入ってるアイテムなのかなと思っています。動画の中でもですね、何度か解説してるかなと思うんですが、結構今年はですね、シャツアウターというアイテムがトレンドになっていまして、様々なブランドから出しているんですね。もちろんですね、ユニクロ U も春夏に同じようなアイテムも出していたんですが、今回の秋冬に関してもしっかりとこのシャツアウターを出してきましたね。このアイテムは正直買うかどうか微妙だなと思っていたんですが、特に色が一番困ったところなんですね。ブラックにしようかブラウンにしようかというところなんですが、ブラウンの色味がですね、少し混じり気があるんですね。これ見ていただいてわかるかな、なかなかわかりづらいかなと思うんですが、よく見るとブラウンとネイビーが混じったようなすごく複雑な色合いになってるんですね。これがディスプレイで見た時に微妙だなと思ったんですね。素敵に見えるのか、もしくは安っぽく見えるのか、そこの判断がなかなか通販ではできなかったんですね。で、実際にお店に行って試着をしてみるとですね、これまたすごくハマりが良かったんですね。安っぽい感じがしなくて、高級感のある雰囲気も漂っていたので、個人的にはめちゃくちゃ気に入っていますね。ただブラックもですね、着てみるとものすごく良かったんですね。全身オールブラックでシャープに着こなすのも良かったので、最後まで迷ったんですが、やっぱりブラウンの持つトレンド感と色の混じり気のですね、面白さ、ここが最大の魅力でもあるかなと思ったので、今回はあえてブラウンの方を選びました。で、もう一つ迷ったのがサイズ感なんですが、これもですね、少しゆったりめに着た方が今っぽい感じがしたので、S ではなくてワンサイズ上げて M サイズを購入しました。かなりゆったりめになってるかなと思うんですが、決して大きすぎるわけではなくて、僕がですね、結構皆さんにお勧めしているビッグシルエットの手前ですね、ちょいゆるサイズぐらいがこれぐらいで表現できるので、すごくバランスがいいのかなと思っています。僕はこのシャツアウターを先ほどご紹介した丸首のニットナチュラルのカラーのものと合わせたいなと思っています。秋冬の着こなしって結構暗くなりがちなので、このように内側に差し色を持ってくるとすごくバランスがいいのかなというふうに思っています。そしてこのブラウンという色が失敗するとやぼったく見えるので、ボトムスはブラックで色を引き締めるといいかなというふうに思っています。このシャツアウターはめちゃくちゃ人気が出ると思うので、ぜひ早い段階でお近くのユニクロで確認してもらうか、もしくはですね、通販で買っても失敗はないかなと思います。想定は僕が太鼓判を押しますので、よかったらチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて5点目ご紹介したいのが、今僕が着ているブロードシャツになりますね。かなりシンプルなシャツではあるんですが、これもですね、大人の男性には似合いやすい商品なのかなと思っています。ただ僕の中ではこのシャツってちょっと見たことがあるなという感じがするんですね。というのも春夏にですね、僕は JW アンダーソンとユニクロのコラボレーションシャツを買ったんですが、そのアイテムもですね、割とこのようなシャツとすごく似ていたんですね。ですのでこれは買うかどうかすごく迷ったところではあるんですが、動画を見ていただいている皆さんにはおすすめしやすいかなと思いますし、結構大人の男性にはですね、このようなシャツは間違いなく似合いやすいかなと思いますので購入をしました。サイズ感なんですけども、これゆったりめというよりは割とジャストサイズのものなんですね。ですので僕は少しゆったりめに着たかったので、 S サイズではなくて M サイズを選んでいました。ただですね、 M でも決して大きいなと思うことがなくて、正直ですね、 L ぐらい大胆に大きくしちゃってもよかったかなと少し後悔はしているんですね。このようなシャツをですね、ゆったりめに着てパンツを細くするとか、もしくは上下ともゆったりめのサイズを使って今っぽさを出すというのも一つの方法なんですが、ちょっとですね、サイズ感ミスったかなと思わなくもないんですが、このようなシャツすごく使いやすいかなと思っています。特に重ね着をするのであれば、これぐらいのサイズ感がいいかなと思っています。僕はこの
のシャツの上にネイビー系のジャケットを羽織ったりもしたいなと思うので、これぐらいのサイズで良かったと自分自身に言い聞かせているんですが、皆さんがどのようなサイズを選ぶのかは実店舗に行って比較をしていただきたいなと思っています。まあ様々な着こなし方ができるんですが、僕はあえて第一ボタンまでを締めてきれいめに着こなしたいなというふうに思っています。もちろんですね、第一ボタンを開けて下にですね白 T とかを覗かせてあげるのも今っぽい着こなしなのかなと思っています。あとは少し腕をまくってあげたりしながら、こういった肌の見える分量を増やしてあげるのも一つの方法かなと思います。様々な着こなしが楽しめるシャツなので、単体だけではなくてレイヤードのスタイルも楽しんでいただきたいなと思っています。はい、着替えてみました。ラスト6点目ですね、ご紹介したいのが今僕が着ていますリブクルーネックセーターですね。色はダークグレーを選択しました。まあこちらもですね、事前の動画でチェックをしてたアイテムの一つなんですが、実物を見てみたらすごく良かったので購入をしました。ただですね、このアイテムはちょっと注意が必要で、サイズがかなりコンパクトだったんですね。まあもちろんですね、少しゆったりめを着たいというのがあったので M サイズを最初から着たんですが、それでもちょっとなんかコンパクトだなと思ったので、僕はですね今回初だと思うんですけど、ユニクロの商品の中であえて2つサイズを上げたんですね。ですのでこちら L サイズになるんですね。どうでしょうか。ただ見ていただいても L でもですね、すごくビッグシルエットっていう感じはしないかなと思います。まあこれはですね、かなりコンパクトめな商品になっているので、サイズに関しては1サイズか2サイズ上げてもらった方がバランスがいいのかなと思います。今はあんまりピチピチに着るのは旬ではないので、まあ大人の男性でもですね、ジャストサイズとか少しゆったりめというところを楽しんでもらうと良いかなと思っています。そして首元もですね、意外と詰まっていて、これ単体で着るとなかなか収まりが良くなかったんですね。なんかしっくりこないなと思って、まあ、先ほど僕がご紹介したシャツですね、これを下に着て、その上にですね、このようなクルーネックセーターを重ね着したんですね。まあ、見ていただくと分かると思うんですが、このようにちょっと襟を見せてあげることで収まりがかなり良くなったので、このニットというのは単体で着るよりはシャツと合わせていただくのがいいかなと思っています。その場合は第一ボタンを閉めて襟もですね、ニットの内側に入れるのがポイントになるのかなと思っています。そしてシャツの裾もこのようにちょっと見せてあげるとですね、カジュアルな雰囲気が漂うかなと思うので、ぜひ皆さんにはトライをしていただきたいなと思っています。まあ、このままの着こなしでも十分気に入っているんですが、僕はですね、この上に先ほどご紹介したオーバーサイズのコートですね、こちらを着る着こなしを楽しみたいなと思ってるんですね。ちょっと実際に着てみたいと思います。はい、こんな感じです。どうでしょうか。まあ、全身をですね、結構暗いトーンでまとめているんですけども、まあ、上半身はですね、ほぼダークグレーですね。コートもニットもシャツもダークグレーなんですけども、どれもですね、少しずつ色味が違ってくるんですね。ですのでちょっとグラデーション効果で非常にまとまりがいいかなと思います。そしてボトムスに関してはブラックを選んであげることで、全身がモノトーンの着こなしになるので、これがですね、今季の冬はすごく重宝しそうかなというふうに感じています。まあ、今回ご紹介した6点というのは単体で見ても魅力的ではあるんですが、組み合わせ次第で結構ですね、様々な着こなしができるかなと思ってるんですね。やっぱりですね、アイテムの個性が強すぎるとなかなかコーディネートがしづらいんですね。1つ2つぐらいしかコーディネートが組みづらいんですが、このように割とプレーンなアイテムであれば様々な着こなしに溶け込みやすいので、今回ご紹介したアイテムはどれもですね、横展開しやすいので皆さんにはすごくおすすめできるかなと思っています。今僕が着ているこちらのニットも単体で着てもいいし、先ほどのシャツアウターにも相性がいいかなと思うので、様々な着こなしを試してみたいなと思っています。はい、ということで長くなりましたが、今回は2020年秋冬のユニクロ U の新作をですね、早速レビューをしてみました。今回は正直大豊作だったなと思っています。どれも結構気に入っていて、ガンガン使うかなと思っています。まあ、ユニクロ U というのはもう年々人気が出てきていて、まあ、多くの方が期待しているコレクションだと思うんですね。まあ、それと比例するようにですね、商品自体の魅力もどんどん高まっているので、ぜひおしゃれ上級者の方だけではなくてですね、僕たち大人の男性もこのようなアイテムを有効活用しながら、旬な着こなし、トレンドの着こなしというところをぜひお楽しみいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。